のエレガントなコーナリングをしてくれる。いや今日ちょっとこの後の試乗楽しみになってきました。日産 YouTube チャンネルをご覧の皆様こんにちは。ルノーの車たくさん今まで乗ってきました。私が愛してやまないルノー車、それはメガーヌスポーツツアラーです。案内人の M です。ルノー車の中で一番最初に覚えたのはトゥインゴでした。カメラマンダブルです。はい、ということで私はメガーヌのスポーツツアラー、そしてダブル様はトゥインゴが好きだ、好きじゃないですね、覚えたのがって言ってましたね、はい、はい、という名前出したんですが、今日持ってきましたのはこちらの車。前回に引き続きルノーのコンパクトカールーテシアの中でもハイブリッドモデルでありますルーテシアの e テックハイブリッドですね、はい、今日はこちらを試乗してその走行フィーリングや燃費などを見ていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。はい、では、電源オンをしていきましょう。エンジンになってるのかな一応、はい、はい、オンになりましたが、e テックハイブリッド、ハイブリッドということで、はい、今オンにはしましたけどエンジンはかかっていません、まあ、このままちょっとポジションをですね作っていきましょう。お、結構前に出てくれる、嬉しい、はい、じゃあ今日は、燃費計測も行っていきたいと思いますので、ちょっと燃費計のリセットしましょうね。はい、こちらの燃費計ですね、左上のところこちらをリセット、いたします。ちょっと今リセットかかってる状態ですね、はい、燃費計とそしてこちらのトリップメーターを、リセットしております、はい、でちなみにインテリア編でちょっとご紹介漏れちゃってたんですけど、ここですね、ルノーの車、ここについているのはナビではありません。でナビ機能は搭載はされていなくって、その代わりスマートフォンをつなぐことによって Apple CarPlay とか Android Auto を利用していただけますよというタイプになっています。こうやってつなぎまして、はい、Apple CarPlay を利用すると書いてあるので CarPlay と、はい、押していただくことによってスマートフォンの中に入っている CarPlay 対応のアプリなどを使ってこうやって地図の表示ができるんですね。で今こちらは Apple iPhone の純正の地図アプリになっているんですが、こちらですね今日 Google マップもインストールしてあります。 Google マップ開くと、はい、表示方法ちょっと変わりますが Google マップにも対応していますので、普段メインで使っていらっしゃる地図アプリに合わせてこれを、使っていただけるようになっています。はい、今エアコンオンにしたらちょっとエンジンも連動して、かかりました。一応21、22度ぐらいにしておきますか。22度のオート設定で、走っていってみたいと思います。じゃあスタートします。あ、またやりました。毎度おなじみ輸入車あるあるをまたやりました。あールーテシアはスピード連動で、ドアロックが自動でかかるようになってるんですね。はい、で今、走り出したばっかりで信号待ちなんですけど、オーラとかノートと同じようにですね、こちらオートブレーキホールドがついていますので、こういう信号待ち完全停車したらブレーキペダル離してもブレーキ状態を保持してくれる。そして今のようにアクセルペダルを踏むことによってブレーキは解除されて走り出すことができるという機能がついております。この e パワーと e テックハイブリッド、ちょっと近いなと思っているところが一つ、低速域走り出しからだいたい時速40キロぐらいまでは基本的にこのシステムエンジンかけずに完全にモーターだけで走行するような仕組みになってるんですね。それによって e パワーの特徴である走り出しの力強さ、モーターによる太いトルクの走り出しの力強さだったり、スムーズな加速感で、なおかつエンジンかからないことによる静かな走り、そういったところが、まあ、ハイブリッドではあるんです、e パワーではないんですけど実現されているというところで、今日もですねそういった快適性をいかんなく発揮してくれるんじゃないかなと思います。ではですねちょっとここで目的地の設定しましょうか。はい、今日はこちら Apple CarPlay をつないで、そして今とりあえず Apple の純正の地図に切り替えております。でここで発話ボタンを押してみます。すりかみ川ダム、一つだけ見つかったのは周上川ダムです。はい、ここに行きましょう。出発します。
周上川ダムへの経路の案内を開始します。ちょっとあの周上川ダムって言ってますけど、すり上川ダムですね。国道4、はい、しばらくは市街地を走行しまして、すり上川ダム近づいてくると、結構あのワインディングのある比較的急なコーナーの続くようなルートも走ったりしますので、そのあたりですね、このルーテシアの性能、滑らかさ、走りの感覚みたいのをチェックしていけるなと思います。ちょっと今開けて気づいたんですけど、はい、これこう奥に車検証入るようになってるんです。知ってました？へえ、しっかりそういう専用のスペースが作られてるんですね。そうです。そういう車検証をどこに置けば永年問題がいろんな車あるので準備されてると嬉しいです。はい、交差点を曲がっていきます。あー、 6.4km。 ですね、このルーテシアの走行フィール、これ多分今日乗っているルーテシア、イテックハイブリッドもガソリンのルーテシアも同様なんじゃないかなと思うんですけど、あのコーナー曲がった時の滑らかさ、柔らかくスーッとでも確実に曲がっていくっていう感じがですね、いやこれ結構いいぞ。私あの冒頭にお話ししたメガーヌスポーツツアラーの何が良かったって、こういうコーナリングをした時のこう上品ででもしっかり走っていく、そのフィーリングがたまらなく良かったんですよ。それにすごく近いものをこのルーテシア、これコンパクトカーですからね、コンパクトカーでホイールベースも決してすごい長いわけじゃないんですけど、なのにあのエレガントなコーナリングをしてくれる、いや今日ちょっとこの後の試乗楽しみになってきました。正直あの今日私ルーテシア初めて乗るんですよ。あのルノーの試乗今まで何度もやっていて、でE-TECハイブリッド出たのは比較的最近ですけど、その前からずっとルーテシアってあったんですが、私なぜかずっとルーテシア試乗したことなかったんですね。今日初めてのルーテシアなんですけど、これ感動ですね。外観をチェックした時にスポーティーさをすごく感じるデザインですね。スポーツカーみたいな車ですねって話してたんですが、本当のスポーツカーって結構乗り味としてはすごく硬くてガシッとしてコーナーとかもグッと曲がってくれて、それはそれでいいんですけれど、普段使いもしくはこう長距離のドライブなんていう時に結構しっかりですね、肩肘張ってステアリング握って走んなきゃいけない。でルノーの車でいうとメガーヌの中でも、メガーヌ RS ルノースポールというグレード、本当のスポーツカーのモデルがありまして、それを試乗した時にはやっぱりもうこの車はしっかりステアリングを握って、車を制御するんだという気持ちを持って乗らないとな車ですねみたいな話したんです。で一方で今日乗ってるこのルーテシア、メガーヌのスポーツツアラーのようにこうおしとやかで滑らかな走りをしてくれる、でも決して柔らかすぎるわけでもないし、でしっかりコーナー追従してくれる、でもなんかおしとやかエレガントな感じがする、それが長距離を乗った時なんかにこう快適性、疲れにくさにもつながってくれる、コンパクトカーだけをどん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 遠出をしてほしい、そんな印象があります。まだ走り出して 4-5km ですが、そんな気持ちになっています。はい、こういう停車状態からのスタートは完全にモーターだけですね。でもちろん他のハイブリッドは E パワーの車と同様に減速の時に回生ブレーキを使って電気を回収してくれますので、そういった走りをしていく上で、まあ結構ですね、燃費の良さっていうところも私この車には期待をしてるんですよね。で車の静粛性、静かさの点でいうと全体的な静かさっていうのは多分オーラとこのルーテシアを比べるとオーラの方が静かな車だという感じになるかなと思います。これはそうですね、ロードノイズがまあオーラと比べればちょっと入ってきやすいかなというところあるんです。で一方で外からの音、近くを走ってる車の音とかタイヤ音みたいなやつはかなり抑えられてるなという印象があります。そうですね、まあ、今ちょっと荒れた路面で車内に少し
ロードノイズがこうゴーッと入ってはきていますが、位置的にはどうですかね、ノートとオーラの間ぐらいの印象でしょうか。はい、そんな感じの、室内の静粛性です。これ決してすごいうるさいとか安っぽい音がするっていうわけではないんですよね。まあ、オーラが本当に静かなんですよね。それと比べるとっていうところで、で多分これはあとタイヤとの相性とかもあるかもしれません。今日このルテシア E-Tech ハイブリッドコンチネンタルのタイヤを履いてまして、国産のタイヤと比べるとちょっとハード寄りなのかなとか思っていたり、そのあたりロードノイズちょっと拾いやすい部分があるのかもしれません。あーで今ちょっと50キロぐらいで、少しエンジンがかかった音がしましたが、ただですねエンジンかかったからといってこう走行フィーリング上はほとんど影響がないんですよね。ここのエンジンがかかるところのつなぎの良さとか、あとエンジンが介入してからのシフトアップの感じとか、そういったところが至って滑らか、あくまでも電動車ライクな走りをしてくれるっていうのがこの E-Tech ハイブリッドの魅力だったりします。今もエンジンかかったんですが、そうですねエンジン音はわずかに入ってきます。まあ、結構注意して聞いてないと分かんないかなぐらいの音なんですけど、少しですね低音が入ってきてるのが分かりますね。ただ本当に走りの面はなんかモーター走行感がずっとあるんですよね。で実際の制御としては低速域では基本的にもうずっとモーターだけで走行で、40キロから60キロ70キロとかまではモーターがメインで、あとエンジンと一緒に走っていく、で一定以上高速になると主役はエンジンで走っていくというそういう制御をしているそうです。まあ、そのあたりですね、特にモーターって低速域から中速域にかけてのこのトルクの太さによるクッとしっかり前に力強く進んでいくフィーリングだったりとか、あとはアクセルを踏み込んだ時のレスポンスの速さみたいなところで、モーターの方が勝っている。一方である程度高速域になっていくとエンジンを主体に走った方が燃費の面で有利だというところがあるそうで、そのあたりの美味しいどこ取りをしている、車ハイブリッドになっているのかなと思います。今こういうちょっと路面の荒れてる状況の中で走っていくと、まあ、ロードノイズもそうなんですが少しですね、路面のゴツゴツ感みたいのが車内に伝わってくる部分があるなと思います。まあ、こういったところがやっぱりスポーツカー寄りの車なんだなっていうところは印象としてありますね。オーラはこういった路面を比較的柔らかく走ってくれる。でただ足回りの柔らかさという点では実はオーラよりもノートの方がよくって、単純なこういうまっすぐ走っていく中での乗り心地は実はノートが一番いいかもしれないななんて私も思っておりまして、このあたりは車の性格そして皆さんの普段の使い方、好みとかに合わせて選択いただけるかなと思いますね。はい、本当この走り出しの感覚っていうのは完全に E パワーのそれなんですよね。普通のハイブリッド車、まあ、ちなみに私今T32 型エクストレイルのハイブリッドに乗ってるんですけど、あれは燃費の面では有利なんですけど、例えば走り出しですね、停車状態でエンジンがオフになっていて、でアクセルをスッと踏み込んで走る、そういう時に、この一番こうパワーが必要になる走り出しの加速なんかで最初モーターだけで走るんだけどすぐにエンジンがかかる、でこのエンジンがかかる感覚っていうのがちょっとだけこう気になるっていう時あるんですよね。でそれがこの E-Tech ハイブリッドは走り出しは全くエンジンかけずに走ってくれるので、そこがですねこう走っていて気持ちがいい。である程度スピードが乗ってきてから初めてエンジンがかかるので、E パワーと同じようにエンジンがかかってるタイミングっていうのが運転者にドライバーにかなり感じにくい、丁寧な作りをしているんですね。そこが、いい、
で、e パワーと私この e テックハイブリッドを比べるっていうのはその辺ですね。はい、とお話をしているうちに徐々に市街地を抜けてだんだん郊外の道路になってきます。ちょっと冒頭でご紹介抜けちゃってたんですけど、このルーテ車は他のルノータ車と同様に走行モードいろいろ選べるようになっています。このマイセンスと今なってるやつですね。はい、走行モードマイセンスとスポーツとエコーと3つ選べるようになっています。今ずっとマイセンスで走ってきました。ちなみにエコーにちょっと変えてみましょうか。この走行モードによって、走りのフィーリングがスポーツなのかノーマルなのかエコなのか、またステアリングのフィーリングも、ノーマルとスポーツのちょっと2段階に分かれるようになっています。スポーツモードの方が少しステアリング感覚がしっかりするんですかね。で今エコモードにしたのでよりこうエンジンがかかりにくくなったりとか、あとはアクセルの踏み込みに対する加速感というのが少しだけ優しく、あ、そうですね、少しだけ優しくなっています。エコモードの方が正直こうちょっとラフに運転して街中で走るよっていう時はなんか快適かなと思ったりしますね。ある程度こうスピードが乗ってくるとちょっと低速域の街中で感じられた足回りのゴツゴツ感みたいのが少しこう和らいで、コーナリングの滑らかさ、そして走りのこういう、あ、そうですね、ショック、段差を越えた時の、橋の継ぎ目を越えた時なんかのショックも、結構優しいものになってきたりもしますね。ちなみに福島市北町を出発しまして、ここまで今走行距離が 11.3 キロ、で平均燃費が100キロ走行あたり 4.9 リッターとなっております。日産車を含む国産車はですね、基本的にリッター何キロ、1リッターで何キロ走るかという表示なんですが、ルノーの車は 100キロ走行したあたり何キロかという、表示になってるんですね。ラブルさんが今計算をしてくれると思います。 20.4 キロということで、リッター20キロ超えしてます。ずっとですね、マイセンスモード、まあ、基本的にはですねノーマルな感じで走ってきまして、ね、市街地からここまで結構上りの、緩やかな上りの区間になってるはずなんですけど、その中でもリッター20キロ超えで来ることができました。ここからはですね、信号がほとんどないちょっとした峠道を含むワインディングになります。はい、じゃあちょっとこの辺でですね、モードを今度スポーツに変えてみましょう。お、はい、スポーツモードに変えたら結構エンジンブレーキもかかりやすくなってる気しますね。アクセルを離した時のこう減速感が上がって、ちょっとローギアに入ってる、あとエンジンが基本的にはかかりっぱなしになるのかなと思います。はい、こんな感じで、あ、なるほどなるほど、ですね、やっぱりスポーツモードに変えるとちょっと走りが楽しい気持ちになっていく。聞こえてくるエンジンの音もですね、少し太めのエンジンサウンドになってる感じがしまして、そうですね、常にエンジンかかってるような状態で、今上りだからっていうのもあるんですけど、アクセルを踏んだのに応じてしっかりエンジンの音が高まってくれるみたいな、そういう走りの楽しみをこう感じられる、そういうセッティングにやっぱりなりますね。で、エンジンを回しつつでもモーターも合わせて使ってくれるので、こういうアクセルを踏み込んだ時のレスポンスの良さだったりとか、トルク感の太さっていうのをしっかり受け継ぎつつも、こうしっかりエンジン回して走れるんだなっていうのがなんか分かります。あ、そうですね、今下りの中でアクセル完全に離すとエンジン切れるんですけど、軽くアクセル踏んだだけでエンジン回ってすぐに強い加速を、アクセルの踏み込みとかにすぐに応えてくれるような、そういう、予備動作をするようになっています。あー、でこういうコーナー、今本当にちょっとしたコーナーなんですけど、そういうところでの車の挙動をスーッと滑らかに軽やかに曲がっていくんですよね。あー、なんでだろうな、なんでこんなにこうコーナーが気持ちいいんでしょうね。この感覚ってちょっと日産の車とはまた違うんだよな。
なんかいやらしさがないんですよね、本当に。滑らかにでもちゃんと確実に曲がっていくんだけども、その感覚がすごく心地いい。これはあのルノーの車、私乗るたびに言うんですけど、一回乗って味わっていただきたい。私ルーテシア好きですね。ちょっとカーブがスッスッと続くとこですかね、はい、これコンパクトカーのハンドリングとはちょっと思えない。結構上級のセダンとかに乗ってるような、そういう感じ、そういう滑らかさ、なだらかさで気持ちよさ。これ FF ですからね。 FF のコンパクトカーで決してホイールベースも長いわけじゃないし、私の大好きなメガーヌスポーツツアーラーのハンドリングが気持ちいいのは分かるんですよ。あれ、ね、標準のメガーヌと比べてもあのホイールベースが伸びていて、そういったところが乗り心地の良さとかにつながってるんですけれど、それ全然これホイールベース長さ違いますからね、ルーテシア。でもこんなに気持ちがいい。これもうちょっと本格的な峠道行きたいな。はい、ちょっとしたブレーキングからの加速もスポーツモードにするとぐっと力強くいってくれる。でもこのぐらいのこのコーナリングだったりはもう減速をあんまり意識しないでぐっと走っていくのがなんか楽しいなと思っちゃいますね。はい、ちょっと狭い区間を抜けてきましたが、もう少しですね続きます。もうだいぶ紅葉はシーズン終わりですね。まだ赤く色づいていますけど、ほとんどこう落葉のタイミングに入ってるかなと思います。ゆるい長いコーナーがなぜか気持ちがいい、気分がいい。よくレールに乗った感覚っていう言葉があって、あのハンドルを切った通りにずっとそのまま曲がっていくっていうのあるんですけど、なんかルーテシアのこの走りってそのレールに乗った感覚よりもなんか上というか、コーナリングのストレスっていうのが全然ないんですね。カーブを曲がった時って例えば足回りふにゃふにゃのちょっと失礼な言い方ですけど柔らかい車だと曲がった時に体がぐっとあのもろに遠心力を受けて、あとはシートからこう体がぶれて、ちょっと踏ん張んなきゃいけないみたいな、そういうところがストレスになったりとかで、逆にこうしっかりした足回りのスポーツカー、オーラのニスモとかもそうだし、メガールの RS ルノスポールもそうですし、こうコーナーリングした時にタイヤが4つ足がガッチッと踏ん張って、支えてくれる。でドライバーはそれに応じて結構強めの横 G がかかってグッと、でもシートがそれをしっかりホールドしてくれるみたいな、そういうところ、それもやっぱり走らせて楽しいんですけどちょっとしたストレスになるんですよね。でこれがこのルーテシアの走りって横 G をほとんど感じないんですね。あくまでも曲がっているんだけど、ドライバーの体としても自然に、そして車も自然にスーッと曲がっていくことによるストレスのなさ。もう一回ちょっとコーナー来ますけども、はい、全然横地感じないんですよね。まあこんな緩いコーナーで横地なんて言うなって言われちゃうかもしれないんですけれど、それでも普通だったらちょっと感じるようなそのストレスみたいのがない。一方で思った通りに車が曲がっていってくれてるので、この思い通りに車を制御しているという気分の良さ、感覚的な気持ちよさっていうのだけ残ってくれるっていう。はい、じゃあ間もなくですね目的地に到着します。すりかみ川ダムの上のところにですね行って、駐車場で動画締めたいなと思います。あ、綺麗ですね。でもやっぱりもうちょっと先に行ってみようかな。うえい、シャルさん、おまびっくりした。はい、ということで、すりかみ川ダムのインフォメーションセンターに到着です。ちょっとここまでずっと上りで来ましたけれど、その中での
うわ綺麗その中での、ね、燃費とかも見てみましょう。はい、到着です。では最終的な燃費をチェックしてみます。福島市北町出まして、ここまで 22.8 キロ走行してきました。ほとんど上りの区間でしたが、100キロ走行あたり 5.9 リッターということで、はい、16.9 キロリッター、16.9 キロで来ました。このすりかみ川ダムに向かう上り、本格的な上りの区間になる手前で、リッター20キロ超えてたんですが、そこからスポーツモードに変えてブイブイ走ってきたので、だいぶ燃費落ちましたね。はい、まあ、ただこういったところ、まあ、上りだったっていうのもあるので、ちょっと次ですね、帰りの区間で最終的に行って帰って燃費リッター何キロだったかっていうのとこまで報告したいなと思います。今おりますのは福島市のすりかみ川ダムというところなんですが、ここからですね、またスタート地点と同じ福島市北町まで帰っていく帰りの道です。帰りですね、ダブルさんにもちょっと運転してもらいたいなと思ったんですが、一旦このすりかみ川ダムから市街地の方まではちょっと峠道の細い区間もあってダブルさんが怖えっていうので、そこまでは私が運転していきたいと思います。ここまでの燃費情報はこちらご覧ください。それではスタートしますが、上りでですね、かなりこの E-TEC ハイブリッドのルーテ車の走りハンドリング、そういったところを私ベタ褒めして走ってきちゃいましたので、帰りはそんなに喋らずおとなしく行こうかなと思うんですが、大丈夫かな、できるかな、ちょっと燃費を伸ばす方に頑張って力を入れていきたいなと思いますので、ここからずっとエコモードで行って、どんなくらいで行くのかなというところをチェックしてまいります。ちなみにですね、こちら E-TEC ハイブリッド、ハイブリッド車ということで、走行モード D の下にローギアじゃなくて B モードがあるんですね。 B モードに入れてみます。はい、あー、はい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 、そうですね、あの B モードって他の日産でも EV の車だったり E パワーの車ってこの B モードがついてるんですけど、 B レンジに入れることによってより回生ブレーキが強く効くようになる。猿、うわ猿猿猿めっちゃ多いんですよね、ここ。以前個人的にここに来た時にも猿が10匹20匹どこじゃないレベルでダムの上でたむろしていて、ちょっと怖かったです。 B モードにすることによってよりこう回生ブレーキを強くして、まあ、こういう長い下り坂とかでガソリン車でいうところのオーバードライブをオフにして、ちょっとエンジンブレーキ効きやすくさせるみたいな、そういう走りをできるようになっています。でただし今長い下り坂で走行用のバッテリーがほぼフルの状態になりましたので、そうなると B レンジに入れていてもこの回生ブレーキっていうのはちょっと弱くなってますね。今も B レンジに入れてもほとんど減速度合い変わらなくなりました、途中から。まあ、もちろんこういったところ通常のフットブレーキとこの B レンジのちょっと強めの回生ブレーキとか、そういったところはしっかり使い分けて普段から走っていただければいいのかなと思います。でということでですね、今エコモードで走りつつ下り坂なので、多分ほとんどエンジンかけずに下りきれるんじゃないかなと思います。はい、すりかみ川ダムからずっと下ってきまして、今飯坂の温泉街のあたりに来てます。走ってきまして、前回の走行までのものから累積でやってるんですけれど、福島市北町を出ましてすりかみ川ダムまで行って、そっから帰ってきてる帰り足で今走行距離が 34.5 キロ、そしてですね、平均燃費100キロ走行あたり 4.3 リッターになりました。結構これ伸びましたよ。登る前の時よりも燃費上がりました。かなり上がりましたね。あそこのダムまでの区間スポーツモードで走ったので、それによってめちゃめちゃ燃費落ちたんですけど、スポーツモードでの燃費の落ちすごそうですね。はい、リッター換算で 23.3 リッター 23.3 キロ、めっちゃいいじゃないですか。 E パワーの車に負けないぐらいの燃費をこうだんだん出してきてますね。引き続きちょっと下りの区間、そして福島市の北町まで帰っていくんですが、どこか止まれそうなところでダブルさんに運転してもらいたいなと思うんですけど、あれダブルさん、ルノーの車初めてでしたっけ？
なんか運転した気がします。アルカナの試乗の時にちょっと運転してもらったんでしたっけ。なんかすごい私うろ覚えなんですけど、なんだっけ、忘れました。はい、ダブルさんも私もですね、試乗動画撮りすぎていて何に乗ったかもう思い出せないんですよ。ダメですね、でも多分アルカナですよ。最近ですもんね、比較的。はい、アルカナで裏番台に行った時に、なんか途中でダブルさんに運転してもらったのかなと思いますよ。いいですね。私 E 電乗ったことないんですけど、今度ちょっと乗ってみたいなと思うんですよね。先日福島省という、ローカル番組でこの飯坂線っていうんですかね、紹介されてまして、なんかいいなって思いました。ダブルさんは E 電使ったことあります？あります。こう結構飯坂線の沿線とか、あと駅舎とかがちょっと特徴あったりするみたいで、わざわざ福島駅に車を止めて E 電に乗って出かけたいなと思ってますはい、ダブルさんと運転を交代する場所を探し求めているうちに、がっつり福島市街地まで降りてきてしまいました。今運転はダブルさんがしてくれています。ちょっとダブルさんに少しですね、15分ぐらい走って最終的にルーテシアどんな車かなっていうのをフィーリングを教えてほしいなと思うんですが、ちなみにずっとエコモードで下ってきまして、今ですね平均燃費が100キロ走行あたり 4.2 リットルという数字となっています。かなり燃費また伸びた感じしますかね。はい、そうですね、リッター 23.8 キロで来ております。ちなみにダブルさん普段はラシーン乗ってますけど、なんかダブルさんの感じ的にはルノーの車乗ってても似合いそうだなと思うんですが。おー、似合っちゃいますか。似合っちゃいますね。いや、なんかちょっと尺なので、やっぱラシーンがお似合いですよまあでもルノーの車ってダブルさん的にどうですか、選択肢に入ります？トゥインゴはデザイン可愛くて、はい、ちょっと欲しいなって思った時期もありました。あ、そんな時期もありましたなんですね、はい、今はそんなに。はい。おー、ちなみにどうして？ラシーンがいるからです。愛するラシーンがいるから他の車にはちょっと今目がいかない状況ですね。はい、私ルノーって、まあ、トゥインゴを筆頭に女性が乗ってる場合も多いなっていうイメージで、このルーテシアなんかもなんか割と女性ユーザーも多いのかなっていう、そんなイメージがありました。決して大きい車じゃありませんから運転もしやすかったりしますし、で乗り心地もいいし、ダブルさんがこのルーテシアをどう判断するか結構気になってるんですよね。はい。でなんかブレーキ難しくないですか、強くかかっちゃう。おー、このあたりはまあ慣れというところはありますけども、いつも通り踏んでるつもりなんですけど、はい、思ったより強い。思ったより強くかかる。なるほどなるほど。このあたりですね、車のメーカーによって実は結構味付けが変わったりして、ブレーキの踏みしろが多いなとか、あとは結構やたら効くなとかあると思います。割とルノーの車は、まあ、スポーツ寄りっていうところもあるので、ブレーキフィールっていうのは結構クイックな印象なのかもしれませんね。なんか今ステアリングをサワサワしてましたけど、なんかどう持つのが正解なんですかこれ。あー、まあその太くなってる部分あたりを握るとかその下に親指をかけるとか、いろいろですかね。であとそうですね、いつも乗ってるノートとかと比べると結構ステアリング太い感じはしますかね。あんまり意識したことないかもしれないですけど、はい、助手席に乗ってても思ったんですけど、はい、この目線の高さ、オーラよりも低めって言ったじゃないですか、はい、ちょっとスポーティーっぽいってなると、はい、シートもちょっとこう低いイメージで、視線も低くなってくるっていうイメージがあったので、見やすさどうなのかなって思ってたんですけど、助手席座ってても結構ちゃんと見えてたんで。そうですね、なんか私も改めて言われてみると見通しすごくよくって、うん、この辺りちょっとパネルが低めというところもあるかもしれないですね。すっと窓のここの高さ自体は決して高く広くないんですけど、パネルが目線の邪魔になるっていうこともなく、結構ストレスフリーな視界です。どうですか、まあ短い区間ですけど今走っていて、運転の
感覚とかどうですか、ダブルさん的に。例えば走り出しとか、なんか同じくらいスムーズだと思います。今ちょっと決定的瞬間を取り逃したんですけどダブルさんがどっちだっけなってやりながらそっとウインカーを上げてくれました。こちらルノーのルーテシアですね。あのルノー車輸入車ということもありまして、ウインカーレバーとあと、ワイパーのレバー逆なんですね、国産車と。そのあたり注意して運転していただければと思います。結構小回りも効く感じしますね。ああそうですね、割とこう細い道とかもクイックに曲がってもいけますし、車の幅の感じとかは不安感になります？はないです。ノートとかよりも こから前の長さ感じませんか？なるほど、確かに言われてみれば意外とこのノーズの感じがつかみやすい気がします。すごいここお花のところもこうシュンっていう形になってるので、はい、あの左右もすごい見やすいです、曲がる時とか。なるほど、四角なく回っていける、はい、これ今モーターで走ってますか？モーターで走ってます。エンジンもかかってないと思いますね。めっちゃ静か。そう、なんかいいですよね。はい、ということで福島市北町まで、到着でございます。はい、到着です。どうでしたか、はい、乗った感じ。あ、最初あのブレーキの加減、はい、はい、が違くてびっくりしたんですけど、でも全然走ってるうちにすぐ慣れちゃいました。お、よかったです、はい、と走りも最近乗ったノートとか、はい、オーラと同じくらいスムーズだし、うんうんうん、結構な距離モーターだけで走ってたのかなっていう感じ。あ、そうですね、ダブルさん運転してくれた区間はほとんどエンジンかからずに走ったんじゃないかなと思います。なんですごい静かでしたですね。そしてですね、なんと燃費も伸びてくれまして、お、はい、はい、こちらですね、ここ福島市北町を出て摺上川ダムを行って帰ってきて 45.5 キロ走行して平均燃費100キロ走行あたり 4.1 リッターということで、100割る 4.1 をして 24.3 キロ、リッター24キロ超えですよ。なんか輸入車でこの燃費っていうのはなかなか見れないんじゃないかなと思います。私も20キロはまあ超えるかなと思ってたんですけど、かなり高燃費を出すことできました。ということで今回はこちらルーテシアのE テックハイブリッド、ちょっとした峠道も走りつつ燃費の計測などを行ってまいりました。私案内人 M としてはこの車結構大満足なんですよね。正直期待以上でした。引き続きですね、ちょっと当チャンネルでこの試乗レビューいろいろやってみたいなと思っています。ダブルさんにもまたですね、ちょっと長距離運転してもらえるといいなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。